こ、えー、こんににちはどうも東大によこそおいいでくださいました、えー、先ほどご紹介、えー、ありましたように、えー、農学部の生物環境工学という、まあ、分野の、まあ、准教授をしております吉田と申します。えー、今日はですね、えー「土の亀裂の科学」というあのなんでそういうタイトルなのかと思われるような、えー、話をさせていただこうと思います。であのー え先ほど、まあ、農学部とは何たるかって話がありましてそれでまあ皆さんきっと生物がお好きなんじゃないかなと思いますでうち高3の息子がいるんですけれどもやはり生物選択で、えー、生物がすごく好きですで虫の話とか鳥の話とかそんなことばっかしてるんですね。で皆さんひょっととしたらそういうい方だと この土の亀裂の科学という、まあ、あんまり生き物となんか関係なさそうな話をするって非常に私としても勇気がいる選択だったんですけれどもあの、まあ、こんな話もあるんだっていうことであの聞いていただければなと思います、はい、じゃあ早速始めさせていただきます。 えっとそれで内容なんですけれどもえまあこんなふうなコンテンツを最初用意したんですが何分意外と時間がまあ30分ぐらいということで短いので最初の亀裂との出会いっていうまあこれは研究者のモチベーションとしてはすごく出会いって大切なんですがまあこれはちょっと話したいんですけれども時間がないのでパスすることにしましたでそれで2つ目の本題から始めたいと思いますで本題というのはですね地表面に現れる亀裂 まあご存まあ、わかりますね土に亀裂が入ったのは見たことありますよねあの今年活水年と言われてて、まあ、ダムが干上がりそうだでダムが干上がるとなんかいかにもこう水がないって感じがおこう印象付けるためにテレビのニュースとかで亀裂がこう映像として出てきたりするんですが、まあ、その亀裂ですね。 でその亀裂の形っていうのを深く考えたこと皆さんあるでしょうかねでその形が何でできるのかといったような話をまあ中心に今日はちょっとしてみようと思いますまあ科学ですね、まあ、まあ面白いかどうかというかですね、まあ、知的好奇心を満たすっていうまあ部分ですかね、まあ、そういったところを中心に話します、えー、ただ農学部ですので、まあ、ただ亀裂の形が何でこうなるんだろうだけで終わってしまうとあまりこうなんか今のさっきの広がりというかですね、えー、実際の社会にどういう意味があるんだっていうのはまあないのでまあ時間の に。まあ、の余裕を見ながらまあ、水田や畑のま考、あ、えとか、排水と亀裂っていうのはちょっとそういうまあまあ、意味のある部分ですね。で、そういった話しようと思ってます。それでは早速えー、亀裂でこのこれは出会いのスライドなんですけれどもまあ、これはちょっとなんとなく見ていただくとどんなことかなって分かっていただけるかなと思いますので、ゆっくりこう送りながらまあ、本題にでこれはちょっとパスしますね。 まあ、要するに亀裂が干ばつで発生してそれですごく私がインパクトを受けたと、まあ、そんなような話なんですね。で、えー、じゃあですね早速、まあ、亀裂の話なんですがまず亀裂が発生する土っていうのがどういうものかということで、えー、これ土っていうのがどういうものかっていうのはあのー、教育過程の中でですね意外とあんまりこう取り上げられてないような気がするんですね。で土って何でできてますかって言われて皆さんパッと答えられますかね まあひょっとしたら最近ちゃんと教えてるのかもしれませんけれども、えー、土っていうのはまず固体の部分と液体の部分と気体の部分固体の部分と液体の部分と気体の部分の3つの部分で出来上がってるってこの認識がまず重要ですね。でその上で 固、えー、体の部分っていうのは何かっていうと、えー、ここにあるような、まあ、岩石がこうあの破砕してできたような砂とかシルトって言われるものですね、粒ぶあとさらにその破砕されてできたものが、まあ、風化を受けてもう別のこう鉱物に変わっているので、まあ、いわゆる粘土ってやつですね、粘土鉱物、あとそこにまあ植物とか生えてまして、それがまあ分解されてできるような有機物、あるいは微生物とかですね、まあ、そういったものですね、まあ、これは,それは生物的な部分ですね、でこういったものがまあ混ざり込んでまず固体の部分を作っています。 でそれに水が加わりで隙間は空気が埋めてて、まあ、こんなような感じですね水が多いと固、まあ、体の部分の間に水がこう満たされたような状態で、まあ、水分が減ってくるとまあ空気も入ってくるでこんなようなのがまあ土の実体ですね。で土の実体はまあこういうもんなんですけれどもこのうち固体の部分がまあどういうもので構成されてるかによってだいぶ土のまあ性質が変わってきまして。 これ三角形の図なんですけどこれは、えー、と細かい粒子と中ぐらいの粒子と、まあ、粗い粒子の比率がどれぐらいあるかっていうのを、まあ、この三角形のこの上で、えー、表しているものなんですがこのこっち側からこっち側の矢印に当たる部分が、まあ、粘土といわれる、まあ、2, マ2ミクロン以下のです、ね、粒子の割合です。でこれが、まあ、多いほどいわゆる粘土っていうような感じの土になってくるんですが、えー、定義としては、まあ、粘湿度っていう、まあ、言葉があるんですがこの粘湿度っていうのは まあ、粘土の割合が全体の25%以上ぐらい、まあ、この茶色で示したところですね、まあ、こういう土を粘湿度というふうに言っていますで今日話をする、まあ、亀裂ですねで亀裂っていうのは、まあ、砂にはあんまり亀裂ってできないって、まあ、砂場とか見てて分かりますね砂場にこう亀裂が入ってるのって見たことないんじゃないかと思いますで今回の話の中でまあ、まあ、関係してくるのはだからこの粘湿度っていう粘土の多い土ですねでこの粘湿度の話だっていうことをまずあの、えー、理解してください でそれでですね、粘湿度っていうのは、まあ、こう水を加えてコネ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 練り返すとですね、まあ、田んぼだと白かきってするんですけど、まあ、これ知ってますね白かきするってねで土に水を加えてとロとロとろとやると、まあ、こドロドロのペースト状のものができますがそれをですね、これ6センチのシャーレイ、まあ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 、今一応現物見えないと思いますが、まあ現物まあ、こういうシャーレイですね6センチの内径のシャーレイの中に、まあ、土をですねドロドロの土をこう入れまして。で、 2日ぐらいゆっくり、まあ、室内に置いておきます。これ上から見た写真ですね。これ,周りがこれシャーレですね。で二日ぐらい置いておくと、まあ、よく見るとわかるんですが、これ縮んでるのわかりますかね。このシャーレイの壁と土の間に隙間がこうできてますね。 でこれ実際に面積どれぐらいこう上から見た面積断面積はどれぐらい減ったかってまあ計算しますと最初28.3あったのが22.9と、まあ、80%ぐらいのまあ断面積になってますでさらにこれを炉に入れて1 0 5度でですね、まあ、1日置くともうちょっと縮んで、まあ、75%ぐらいの面積でこういう現象が土の収縮っていう現象ですねで最初ドロドロのペーストをまあ要するに詰めて乾かしたんですができたものはこんなカチカチのですねあの塊。 になりますね。で、これがまあ、土が縮むっていう収縮という現象です。で、この収縮っていう現象が、あの、これからの、あの、主題である亀裂と関係してますね。まあ、だ想像つきますよね。まあ、乾いて縮んで亀裂ができる。そういうことですね。 でじゃあこの収縮っていう現象はもうちょっと細かく見ると全体のこうなんか力学的というか,ですか、ね、力関係どうなってるのかっていうのをまあ見ますとまず左側のこの写真はですね年度、えー、のですね田んぼで撮った年度の。 えー、微細構造ですで、えー、電子顕微鏡で、まあ、取ってこの黄色の、まあ、スケールが10マイクロメーターっていう非常に細かいスケールなんですけれども、まあ、ご覧のとおりこのひらひらしたこう白いやつですねこれがさっき最初にこうちょっと話した粘土鉱物ですね粘土の粒子ですね。でこういったものがひらひらしたのがこうあってその間に隙間がこういっぱいあるという、まあ、そういう構造をしてるんですね。 でこの間の部分はもともとはまあ水がこう満たされていたものを、まあ、うまい具合に水が抜けた時にこう全体がこう変わらないようにか乾かしてやってです、ね、臨界点乾燥っていうんですけど、まあ、乾かしてやって、まあ、この形が残るように電子顕微鏡でで写真を撮ったもののす。でこの隙間のまあ大きさは、まあ、ここが10ミクロンですから、まあ、1ミクロンとか2ミク,2ミクロンとかすごいちっちゃいこう隙間がいっぱいあるような構造になっている。 わけで,すでこれのイメージなんですけれども、まあ、この粘土のひらひらの部分がこうこう部屋みたいないっぱい作っ,た作ってますねでこの部屋みたいなものが、まあ、要するに弾力がある素材の細かく仕切られた容器に、まあ、水が満タンに満たされてるとそんなようなまあ状態がこの粘土の、まあ、水けが,が多い粘土の状態だとあと,あとでちょっと例えとして出しますがこの、えー、これ野菜生活の、あのー、これパックですけど。 まあ、こんなようなこう潰れますねこれ飲むとねでこんなようなもののちっちゃいのがいっぱいこう集まったような形で中に水が溜まったようなそんなような、まあ、イメージが粘土っていうものなんですね。でこの粘土 まあもうちょっとこれを粘土の一つの単位みたいなところを一つ切り出してですねモデル的に見ますと、えー、鉱物と鉱物の間にこう力がまあ働き合ってて、まあ、それをバネで表してるんですけど、まあ、バネでまあこう力が相互に働きつつですね中が水で溜まってると、まあ、そんなような状態なんですね。で外からなんか力が加わると、まあ、水とこのバネの部分が両方反発してですね、えー、それでバランスを取るような、まあ、そういうような状態になってるわけです。で あと、そういうまあ粘土なんですが、まあ、これが今元の状態ですね、まあ、水とバネがあって,まあ釣り合って外,外の力と釣り合ってるっていうそういうまあ状態の土があった時にですねこの水を抜こうとするとどうなるかと中の水を抜こうとするとまず水が減りますねで水が減っちゃうとこの真ん中のフレームがこうどうしても縮まざるを得ないですねで、まあ、全体の体積がこう縮んできます。すするとバネが縮みますね。 ででそのときに中の水圧がです、ね、これ下がるんですけどこれがちょっと分かりにくいですね、まあ、ち縮むのは分かりますねで縮んだときに水圧が下がるんですが、まあ、それがどういうことかとでこれをちょっと直感的に理解してもらうたらもう一回このブリックパックをまあ見て、まあ、これあの皆さん飲んだことあるんでえ、まあ、多分同じことをやったことあるんじゃないかと思いますがこう吸いますねこうやってで吸って吸う,吸うとですね 凹みますねねねこれは経験あります、ね、当然、ね、で吸うと凹むんですがで、凹んだ時にこう吸ったこのストローの口のところを開いておくとそのまま元にこうヒュッと戻っちゃいますねだけどストローの口をちゃんとった吸った直後にピッと閉じてしまうとこのへ凹んだ状態がです、ね、維持できますねでこの凹んだ状態がこう維持吸って凹んだ状態が維持されている時っていうのは中のジュースの圧力はどうなってるでしょうってちょっと想像してもらうとですね、まあ凹んだ状態にあるときには、まあ、吸い上げてるんで えー、大気圧よりこう低い圧力に一回なってるね。で、その状態でピッと塞いでるんで、中のジュースの圧力は大気圧より低くなってるね。で、それがこれ水圧が下がるって言ってることの意味なんですけど、水を吸われると中の水圧がまあ下がるんですね。で、水圧が下がって、バネはぎゅーっと押し,押し固められたような状態でバネって言ってるのは、この箱のまあフレームのこう弾力みたいなもんですねで。 吸うとバネがギュッとなってしかも中の水圧が下がるっていうそういうことが起こるんです、えー、ただですねこのブリックパックの場合は吸って手をこうしておくとこうやってそれが維持できますけど離すとシューッと空気が入って戻ってしまいますね、えー、だけど土の場合にはこれ水が抜けた後水圧が下がってこうバネが縮んでこの収縮したこの状態が維持できるんですねでそれはちょっとこのブリックパックと土の違いなんですけども それは何でかっていうとこのストローの太さにあうんですねでブリックパックのストローの内径はこれ5ミリぐらいですよねで5ミリぐらいのストローですと、えー、そのままこれ開けるとひゅーっと空気入ってそれでまあ、元,元の圧力に戻ってしまうんですが土の場合はすごくこのパイプが細い状態だと考えていただきたいんですねでさっきのまあこれですねこの写真でわかるように何ミクロンっていうちっちゃな隙間で構成されてるんですねでそれなんで でそういう狭いあのパイプの場合には水がこうピュッと上がってくる防寒上昇ってのがあるって多分聞いたことありますよねでこれはまあこの水の一番先っちょんところのこの表面張力の影響で外側の大気圧と中の水の圧力がですねこっちの方が下がるっていうそういう現象があるんですねまあその効果があってですね土の場合にはこれ泥の先っちょをピュッとさあのは離さなくてもですねそのままこう吸い上がった水が維持されてこの そそのままになる、まあ、そんなような理由でですね、えー、土の場合には水が抜けてくると縮んでってそれで収縮した状態になるでそれは、まあ、バネがこう縮んで水の圧力が下がったっていうこういう状態になるこれは収縮っていう現象の、まあ、力学的なまあ説明直感的な説明ですけどね、まあ、っていうことが起こってさっきお見せしたような、えー、こういう縮んでいくっていう現象がまあ起こってるわけです。 でこれちょっとその先の亀裂の,その形が何でできるかっていう話の、えーまあ、前段階の話基礎,基礎的な話としてですねちょっと分かっててもらわないと、えー、話が、うん、と理解できないと思うので、まあ、しつこめに今話しました。とさてですねそれであとですね今,今のは土が縮むっていう話でした。で土を縮ませるためにですね、えーこの しシャーレイの中に土をこう入れてそれで乾かしたこれはさっきの写真ですねでその時にですね工夫が一つあるんですねでシャーレイの内側にグリースっていうあの油みたいのですねそれをこうきれいに丁寧に塗ってから土をこう入,れな入れて乾かさないとこういうふうにきれいに剥がれてですね、えー、収縮してくれないんですね。でもしこのシャ,シャーレイにグリースを塗らないとこんなふうにですね、えー、と土がくっっついちゃって で真ん中だけこう縮んでってでここのところにひび、ねまあ、と言ってもいいですけど、まあ、亀裂ができるんですで、えー、収縮って言ったらまあこうやって縮むだけなんですけれども、まあ、亀裂と収縮の話とどういう関係があるのかっていうと、まあ、このようにですね全体がこう好きにこう縮んでしまえるんだったら亀裂はできないんですねただ縮むだけなんですけれどもどっかがこう邪魔してですね えー、収縮させないようにするってこれこの場合はくっつ,くっついけてて土をこのガラスの壁面から離さないようにするって力が働いてるわけですねでそうするとどうしようもなくてここのとこが割れてしまうってこれが亀裂っていうことなんですね、まあ、亀裂っていろんな時に使えますけど、まあ、亀裂ってのはもともと入れようと思って作るもんじゃなくてなんかね、えー、どうしようもなくてあダメだっつってバーンって、ねまあ、人間関係なんかもそうですね亀裂が入るってのは、まあ、大体ですねどうしようもなくてあもうダメだ で割れてしまう。まあ、そういうもんなんですね。で、だから収縮と亀裂っていうのはまあ、あ表裏なんですけれどもまあ、こういうふうに邪魔されたときに初めて亀裂ができるというようなことなわけです。さて、まあ、これがその亀裂が発生するっていうことの。まあ,あの基本的なあの科学的なって言うんですか？背景というかですね。まあ、メカニズム。 えー、じゃあですねこれは1枚の田んぼの中の、まあ、亀裂の形をこう写真に撮ったものなんで1枚の田んぼっていうのは、まあ、結構田んぼっていうのは大きいんで実際には2 0ける5 0ーとかってそれぐらいの面積がある田んぼなんですけれども、えー、中の土はそんなにどこも変わらない同じような、まあ、土です。 ででそれなのにもかかわらずこう場所によってなんか亀裂の形が違うってこう見てわかりますかねこれこれこれ,これってまあこれ同じスケールで撮ってるんですけれども、えー、だいぶこうなんか亀裂のパターンが違いますね模様が違いますねで、まあ、特徴的なやつを2つ選んでみますとですねこっちは非常にこうくねくねしたようなこういう亀裂でしかも細かく割れてますねでこっちは直線的で,で大きく割れてますねでこんなような亀裂が1つの田んぼの中に両方発生するんですね。 でこれ何でだろうということで、まあ、その亀裂の発生の部分ですねのメカニズムについてちょっと考えてみたいと思います。 でまずです、ね、亀裂の分かれ目がどうなってるのかって、分岐点がいいっぱいありますね、分分岐岐点点が。がこの分岐点がどういうような分岐点が多いのかっていうのをよく見ていくとです、ね、まず1つ目としてこの120度分岐つまり三つ,三つ股にこう分かれたような分岐ですね。こういう分岐が結構あるんですが、えー、これはどういう理由かと。 いうことをま想像していただきたいと思うんですが、えー、亀裂がまこう発生する前っていうのはまどういう状態にあるかっていうと、えー、ある方向だけにこうのぼ伸びようとしてるんじゃなくて、全体がこう伸ばされたような緊張状態にあるんですね。上にも下にも横にもっていうか全,全方位に向かってこう引っ張られたような緊張状態にあるわけですね。その緊張状態を、えー、解放するためにはどうやって割ればです、ね。 簡単に解放できるかっていうのを考えてもらうと、えー、2つにただ割るだけでは縦横の方向のこう緊張状態がそのまま残っちゃいますねで、まあ、4つにこう割,る割れば完全に 4, 4方向にこう分裂するんでそれでまあ解放できるんですけどもっと効率のいい方法っていうのがこの三つ股に割るっていう方法なんですね。でこういういうに3つにつ割割りますと割れる面の 面積ですね、割れる面の面積っていうのは一番少ない面積で、えー、全部こう緊張状態を解くことができるっていうことなんです分かりますかね増大していく、まあ、この歪みがこうどん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 こうです、ね、緊張状態になっていくんですがその緊張状態のになってるエネルギーですねバネ,バネで言えば男性エネルギーって、まあ、習いますよねそのバ,バネの男性エネルギーみたいなものを利用して、えー、この破断ですね 割っっててしまうっていうう、まあ、ういいそ仕事をすするんですねでこれがつまりひずみ状態が、まあ、その男性うんと破断の仕事につながるんですけどなるべく効率よくこう亀裂を入れたいと、まあ、考えるっていう、まあ、最小仕事の原理って言うんですけど、まあ、そういうようなことでですね三股に割んのが一番効率よくこの緊張状態を解放できるってことでこの120度のまず亀裂の分岐パターンっていうのが生まれると言われています。でもう一つは えー、メインのなんか大きな亀裂がもう1本できちゃってる時に他の亀裂がどういうふうに交わるかっていうことについてですねについては例えばこれ1っていう亀裂がもうすでにあった時に、えー、こ,れこれの次の亀裂がどう,いうふうにできるかっていうのをこれ見ていただくと、まあ、この大きな亀裂に対してこういう横にから来る亀裂がいっぱいあるんですけどこういうのはみんな直行してますねこうやって。 でなんで直行するかっていうと、まあ、1番っていう亀裂によっても左右のこの緊張状態は完全に解放されてるわけですね、まあ、横に動けるようになってるでただこのそれに垂直な方向はもう固定されてるんでまだどうにもならないとだからまあこれがある時には一番必要な割り方っていうのはこう,こうやって横に割ってやればこう上下のこの緊張状態が解放されるんでみんな直行するような形で亀裂ができると。 まあ、そんなようなことでですね分岐の角度は120度の分岐と、えー、こういう90度の分岐が多いっていうことが、まあ、知られています。でただ、まあ、これだけ分かってもさっきのこの複雑なですねこのパターンが何でできるのかっていうことは、まあ、ちょっと直感的に説明することは難しい、ねまあ、一個一個の分岐が何だろうかって、まあ、そこまでは分かりますけどねなんかもっと複雑なメカニズムが、まあ、ありそうに思いますね。まあ、それでですね、まあ、モデルっていうのをちょっと考え紹介します。 でまあ、全くこう植,生が、まあ、植物が生えてないようなラチ、ねえーまあ、というかですねというところにまあ亀裂が発生するっていうのをまあシミュレーションするっていうモデルなんですけど、まあ、これは私の仕事じゃなくてフォーゲルさんっていう人の、まあ、比較的、まあまあ、新しめの、えーまあ、研究なんですけれども、えー、どういうモデルかというとですね えー、バネと、まあ、この格子っていうか何かまあ玉でもいいんですけどね、まあ、そういったものがこう格子状に並んでてで、まあ、60度の角度をなしてですね、えー、こうあこれちょっと違うな。 いいえー、6 0度の角を成してそれぞれバネとここの接点がですね、まあ、こう交わっているようなこういう網目状の格子をまあ考えます。でそのバネの、まあ、どういうバネにするかっていうとまずバネ定数と自然長最初の長さですねは、まあ、みんな同じ、えー、均質なバネっていうふうに考えます。 でただ、えー、バネの伸ばされた時に、まあ、ある限界値を超えると、まあ、切れるって考えるんですけどその切れる時の限界値は、まあ、それぞれちょっと違くするとランダムにばらつかせると、まあ、強いやつもあれば弱いやつもあるそういうようなことを最初に与えます条件としてでそういうバネの格子を床の上にまあこう乗せるっていうイメージ、まあ、これ水,水平面上に2次元にですねこうバ,ネの、えー、バネとこの玉がついたものをまあ作りましてですね、まあ、それをまあこう床の上に。 まあ、載せたようなね、イメージですね。床の上に乗せます。で、床と、まあ、この、この、球の間はですね、まあ、まあ、何らかの摩擦が少し働きます。まあ、この摩擦も、ま、どこも同じって考えます。で、まあ、こんなような、まあ、まあ、単純っていうほど単純じゃないんですけど、まあ、なんかこう力学的なモデルですねっていったものを、ま、考えます。で、実際にこれ作るんじゃなくて、まあ、コンピューターの中に、まあ、あの、つく、まあ、仮想のこういう模型を作って考える。そういうことですね。 でまあ、ここからちょっと複雑なんで、まあまあ、もしちょっと分かりにくかったら、まあ、ちょっとまあスルーしていただいてもいいんですけど、まあ、最初ですね、まあ、全く力がかからない状態のバネ,がバネの,この格子があって、でその次にです、ね、自然長ってその伸びが全然、伸びても力が働かない状態ですね、えー、と力が働かない最初の状態、バネの状態を、まあ、自然長長さっていうわけですけども、まあ、その状態からちょっとずつその自然長をつ短くしていく。 っていう操作をします。で、そうすると、まあ、この位置は同じなんだけど、バネにどん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 緊張。っていうかですね、張力がこう働くように引っ張られた状態になってきます。で、で、そうするとですね、さっきの、まあ、それぞれバネに違った強さをランダムに与えるって言いましたけれども。一番弱いところから、こう切れていきます。 であるところが切れるとそうするとこうビョーンってなってですねでこれは i と j ですかねでこの i と j っていう接点はここがビョーンと切れるとちょっと広がりますでそうするとまたこの位置関係が変わってきて周りのところが連鎖的にです、ね、こうビョーンと切れてまたビョーンと広がってっていうような感じでですね、えーまあ、あの順次ですねこう破壊がこう連鎖的に起こるというようなことが、まあ、シミュレーションできます。 で、まあこれある程度落ち着かしたら、またこれ自然庁っていうのはまたさらに短くしてでより弱いところがまた壊れててぐる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 っていう。そういうようなモデルでですね。あのー、亀裂の丘この発生の状況をまあシミュレートするとまあどうなるかっていうことですね。で、この中身ちょっとまあ詳しく知ろうと思うと、結構また難しいんで、まあ、とりあえずこれぐらいにしといて結論が面白いんですね。で、結論がですね。まあ、こんなあのバネバネのもただのバネだけのモデルなんですが、えっ、ー、と。 いろんなこう切れ目のパターンがですね要するに破断したところをこう図にしてこう表すとですねいろんなパターンがうまくできていくんですね。でそのパラメーターとしてっていうかですねまあ何がそれを決めてるかっていうのがですねまあ3つあってですねまあ土の均一性これはあのさっきバネの強さをこうランダムに与えるって言ったんですけどそのランダムさがどれぐらいこう広がりがあるかっていうのがこれ均一性ってやつですね。あと乾燥速度 あと乾燥する層の厚さ、まあ、要するに亀裂が入るこの層の厚みですねでこの3つの,、まああの条件によって、まあ、亀裂の形がいろいろ多様に変わってくるということが、まあ、このモデルでまあ分かってます。で例えばこういう実際にこれは保存、うん、と田んぼで撮った写真ですけれどもこういう直線的な亀裂っていうのは、まあ、この土が比較的均一でそれで乾燥速度が遅いときにできるこういうこういうパターンだなっていうことが ね。で、逆にこういう細かい複雑なパターンっていうのは、えー、土が不均一だったり、乾燥速度が速かったりっていうようなことの時に、まあ起きる亀裂だなっていうようなことがわかります。まあ、こんなことでですね、まあ、モデル自体はそんなに、まあ、なんか怪しいことをしてるわけじゃないんですけど、まあ、こういう亀裂の形の違いが、まあまあ再現できるということです。まあ、これ、今言ったように、まあ、こういう屈曲が多い亀裂とですね、直線的な亀裂っていうのが、まあ、こういうふうに説明できるというような、まあ、話。な。んで、す。 でえー、それでですねただですねこれだとまあ私はちょっと、まあ、物足りないというかですね、まあ、農学っていう観点から考えた時にこれ何にも植わってないです何にも植わってないところの亀裂の形がこうでしたって言っても、まあ、あんまりこうなんか農業と関係ないじゃないかと、まあ、ダムの底の亀裂とか、まあ、そういう説明にはいいんですけどで、えー、もうちょっと、まあ、さらに先を進めた研究を、まあ、私自身がしました。 でまあ、植生があるとじゃあこれが今何にも終わってない時の亀裂でこっちは、えー、稲がこう列状に植わってる時の亀裂でこれ見てわかる通り全く違った形してますでこの形がなんでこうじゃあ稲がこうやって植わってるとできんのかっていうことなんですけれどもまあ皆さんこれ単純にこう言われた時にまあいろいろ想像 ししててるる方方ももいいいればしてない方もいるけど、どうですかね。なんでこう稲がこうやって植わってるとここに亀裂ができるかと聞かれてまあ何かこう,こうじゃないかと、えー、お答えありますかねど,どうですか、ね、でまあ少なくともですね、えー、と根がまあ,あるわけですね稲が植わってると土の中に。 で根があるので根っていうのは土にこう絡みついて水を吸ってるわけですねでだからまあ土にまず絡みつく作用、まあ、力学的にというかですね土を動,かな動きにくくする作用っていうのが一つありますねであともう一個は水を吸う作用っていうのが二、ね、つのまあ根には機能がありますでこの二つの機能のうち、まあ、どちらがまあ効いてこんなようなこの亀裂の形になってしまうのかっていうあたりをまあちょっと突っ込んだ研究をしてます でまずですね、えー、根がこう土に絡みつくっていうそういうまああの性質がですね、えー、関係してるのではないかって、まあ、多くの人は考えるんですね。でなんでかっていうとこう根っこがこうやって同心円状にこう広がってますね稲があればですね。でそうすると真ん中だから根が少ないから、まあ、ここは簡単にこう切,れ切れやすいですね根がないから。 だけど、ここういういいいところは根がいっぱいあるから割れにくいですね。でだから真ん中が亀裂が入るんじゃないかっていうふうにまあ考えると、まあ、これはあのまあ従来からずっとそうやって思われてたし、まあ、多くの人はまあそう思ってるっていうまあ考え方なんですが、まあ、実はちょっとそこのところに私は疑問をまあ持ってですねもうちょっとしょあの実験をしてみましたっていうのがまあ次の話。 えともしですねあの根っこがあるから、ね、で真ん中は根っこがないから切れやすいっていうそういう理由だったらですね根が水を吸っても水を吸ってなくても同じような亀裂ができるんじゃないかと、まあ、いうことになりますね。まあ、要するるにに根っここあれば要はいいということとうなるんですでそこでですね、えー、稲が両方こう植わってるんですけれどもこう田んぼを乾かす前に、えー、上の地上部をこう切断して水をあんまり吸わないようにした試験区とですね 普通にあの葉っぱをそのまま残して好きなように水を吸わせてこう乾かすっていう試験区と2つ設けましたで結果的に乾かした時に亀裂に違いが出るかどうかっていうのを見ればですね先ほどの水を吸うっていうまあ部分がですね本当に関係ないのかどうかっていうことがまあ証明できるというふうに考えるわけですね。よろしいですか でただですね亀裂の形がまあ違ったとか違わないとかそういうなんか感覚的な話ではですね、まあ、あの科学にならないのでそれでまあいうことでちゃんとですねその亀裂の形をまあ数字にするっていうまあ方法を使ってます。まあ、これはちょっとさらっと説明しますが、まあ、最初に亀裂ができたら、まあ、その上にこうシートを引いてですねで、まあ、それをこうなぞってですね えー、亀裂の形をままず取りますでそうしたらこれをデジタイザーっていうまあ機械ですねでそれを使ってまあデジタル画像要するにデジ,デジカメの写真のようなものですねでに移し替えますでそうしたらですね、えー、それをまあ画像解析っていわゆる画像解析っていう、まあ、あの方法でですね、えー、骨格だけにします今のこう亀裂がもともとこういう形があるんですけどこれの骨格だけにこうしますねで骨格だけにしたらそれぞれの,この分岐点ごとにこの骨格を全部切ってですね 分けてでその向きをまあ数字にしますでその向きの数字っていうのは、えー、稲がこうやって植わってるんですけども両方で植わってる方向を100としてそれに垂直な方向を0として、まあ、このそれぞれの、えー、亀裂の,この分岐部分のですねそれと同時にです、ね、この分岐してる各部分の面積もまあ計算します。 でえー、面積とそのこっちの向きを掛け合わせて全部足して割るっていう、まあ、ちょっとわかりにくいと思いますが、まあ、そんなような方法で平均的なこれまあこんなようなことしてますでいいですね画像解析ってやつです、ね、いわゆる。でそうしますと、えー、水を吸ってる時の亀裂と 水を全然吸ってない時の亀裂の一番この極端な例をこれは写真で示してるんですけれども今の計算した数字で言うと、えー、水を吸ってる時は67ってこれで吸ってない時は52っていうふうに違いが出るんですね、まあ、これが多いほど、えー、この稲の植わってる向きに平行な亀裂が多いっていう意味なんですね。でまあこれ、まあ、まあ数字にしなくてもこれとこれ違い見ればわかるようにですね、えー、稲に沿った亀裂ができやすいのは水を吸ってる時。 で全然水を吸ってないときにはなんかランダムな方向の向きがあんまりこうはっきりしないようなまあ亀裂ができるとまあいうことが実験ではっきりわかりましたでまあこれただ一個一個やってもわかんないねまあ実際に8反復ってまあ8回同じようなものをやって平均して出してますまあこんなことでですね、えー、実際にこう稲が植わってるときに真ん中にこういう亀裂ができるっていうのは。 根がまばらにこう真ん中の部分が根があんまりないから、まあ、こういう亀裂ができるって普通は思っちゃうんですけど実際に実験してこうやって調べるとそうじゃないんですね。水を吸ってるからこういうい裂ができるっていうことがじゃあまあそれはまあ結果としてそうなんですけどなんでそうなるかっていうのも証明しないとこれ研究にならないんですね。で、えー、それの説明ですけれどもえー。 まあここが真ん中あっっててですすねで稲が植わってますでそうすると、えー、今、まあ、根はこの辺に広がってるんですけれどもそうすると水を根がまあ吸いますねとそうすると土の水分っていうのがこの根の方向に両側にこう移動してきます。でこの,根の、うん、と水の水分の分布がですね何か関係してんじゃないかなというふうに考えましてでそれをこうモデル的にまずちょっと考えます。 で今、えー、ちょっと向きがですねこれ稲がこうやって両側に植わってましてでそのある断面を、まあ、スパッと切って土の断面を出したで例えばですね、まあ、ここが田んぼだとしますねで稲がずっとこう植わってるとしますとそこのとこに穴を掘って土の断面を出したとここですねそれがこの面ですねこの図もそういうあの位置関係になります。で稲が水を吸います。 ででここの中に書いてあるバネとこ,のこれですね接点っていうんですかねこ,のこれはですねさっき最初の方で説明したことをもう一回思い出してほしいんですけどまあ土のその力学的な一つのモデルですね。で乾いてくるとさっき言ったように収縮してですねバネが縮んできて水圧が下がってくるっていう、まあ、そういうのを表すためのモデルですね。で、えー、じゃあ水分を両側からこうやって稲が吸収していくと中どうなっていくのかっていうとこの下の図にあるようにですね、えー、両側が先に 縮んでいきます土が水分吸われるんでね。まあ、このまあ、これのブリックパックの外側とでまあなんていうんですかね。まあ、これがまあ吸われるとへこむのと同じですね。で両側の土がまず最初に収縮します。そうすると、えー、真ん中はですね、えー、とこの水を吸う位置から遠いので最後までこう水分が高くて水が残った状態になってますね。でそうするとこっちだけ先に縮んじゃってであらあらあらって両側にこう縮むことでこの真ん中のバネがビューンと伸びてしまいます。 かかりますかこの距離はこことここの距離変わらないですからえここが縮んだってことはここはどうしても伸びる,伸びるしかないわけですねでびょーんと伸ばされてしまでそうしますと、えー、我慢できなくなくてブチッと切れるっていうのが真ん中にこう発生してしまうっていうのが、まあ、これ直感的なまず説明ですね。でそんなことで、えー、両側からこう水が吸われるっていう条件になると、えー、真ん中のところに亀裂ができやすいっていうはっきりとした理由がまあ,あるわけです。 でこのことを、まあ、もうちょっとあのちゃんとした計算で、まあ、求め、まあ、言ってることは同じなんですが、えー、この、えー、土粒子の土のです、ね、粒子の間に働く力っていうのの引っ張り引っ張られる力ですね、まあ、それを、まあ、数値シミュレーションで、まあ、計算してやったのが、まあ、この、まあ、コンターっていうかです、ね、色ついた図で、まあ、赤いところが一番土粒子の土の粒子の間に強い引っ張られる力が働いてる場所です。 でそれ見ますとだんだん時間が経つと稲が水を吸っていきますと真ん中のところにすごいこう引っ張られるような力が働いてるってことが、まあ、シミュレーションでわかります。と、まあ、いうことで、えー、亀裂が真ん中にできる理由っていうのは、まあ、水を両側から吸うっていう、まあ、こういうまあ条件が揃ってるから真ん中に亀裂ができるんだっていうことを、まあ、あの証明したということになります。 で,で例えばですけど、まあ、これシミュレーションがまあ1つできたのでもうちょっと条件変えてやってみるとどうなるかってことなんですが、えー、この稲の植わってる幅ですね今のさっきの真ん中の幅を広げるとどうなるかっていうのをやってみますと、えー、さっき真ん中だけに集中してたこう強い引っ張られる力がですね、まあ、両側2箇所にこうやってできるようになってしまいますこれ幅を広げるとね。でそれがですね実際にまあ田んぼで亀裂の形をもう観察してみますと、えー、この 稲との稲のの間の幅ががセンチの時は真ん中にこう1本こうやって亀裂がまあできますね6 0ンチの時も真ん中に1本こう綺麗な亀裂ができるんですが、えー、9 0ンチにするとですね、えー、2本できますっていうようなことがですね何でかっていうのがまあ今のこの前のですね一番できやすい場所がまあ広げていくとですね2箇所できるからだっていうようなことでですね実際のまあ理屈から考えるまああの 現象とです、ね、観察される現象がです、ねまあ、うまい具合に対応してて、まあ、亀裂が何でここにできんのかっていうことの必然性っていうのを、まあ、あの証明することができましたというような、まあ、あの研究なんですね。はい、さてで、えー、と時間があればと思っていろいろその先もあるんですが何分切れずの研究ですね、まあ、これは歩くまで形がどうしてこうなるかっていうだけの話。 ね、でその後まあじ時間が経過した時に下の方にどん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 亀裂が伸びてってじゃあどこまで伸びんのとかねあるいは水が今度入ったらまた亀裂が縮むのとかですね、まあ、いろいろまあ,あの重要なことはいっぱいあるんですが、まあ、時間が限られてますので、まあ、この今日はこの形の話だけにしておいてですねそれで、まあ、もうちょっと役割ってとこだけほんの数分であと話して終わりにします。 亀裂、まあ、いろんなところの土に発生するんですが、まあ、粘土の、まあ、場所で,で,です、ね、亀裂は意外と重要で,です、ねまあ、これはですね、えー、粘湿度の、まあ 田んぼに大豆を植えるって、まあ、なんかちょっと変な気するかもしれませんが、まあ、日本の場合ですね田んぼっていうのは、まあ、稲を植えるだけじゃなくて畑としても使うんですね。で田んぼに大豆を植えたところの写真なんですが大雨が降ってこう水浸しになってしまったっていう写真です。でこの水浸しになるとですね、えー、大豆被害を受けちゃいますからなるべく水浸しにならないように排水改善排水を良くするっていうことをいろいろやってます。でその1つが安居って言われる 土の中にですね。こう水を集めるパイプを入れてですね。で、余分な水をこう排水するようなまあ、そういう設備が結構設けられてるんですね。あんまり見,見る機会がないと思います。けれどもでその暗渠っていうのがですね。まあ、この土の中にあって、さらにその上にこう。が殻ってあの？ 水が通りやすい、まあ、要すすい要るに米の殻ですねでそれをこういうふうに上に詰めてでここに水が集まるようにし,てるしたってそういうまあ設備を設けてるんですが何分こういう粘土の中にこういうのを作,てて作ってもですね、まあ、こういうところが全然水が流れにくいのでなかなかこの暗渠が働いてくれないっていうそういう問題があります。 まあそれでです、ね、今のモミングアウ流れやすいところにこう水が流れるようにするためには、まあ、こ亀裂がちゃんとです、ね、深いところまでこう入ってこないとこれこ縦の断面ですねで。亀裂が深くまで入るとここ水が流れやすくなってそれで田んぼの排出が良くなるっていうようなことでですね、まあ、亀裂があの非常に水の流れ道として重要な役割を持ってるっていうことがまあ,ありますので、まあ、亀裂をうまく管理して付き合っていくっていうことがまああの、えー、農業にとってもまあ重要だというようなことです。 ま、他にまあエジプトのまあ、これ例なんですけど、まあ、エジプトも同じようなすごい粘土の土がですね。ナイルデルタにあるんですが、まあ、こういうところは灌漑農業も行われているわけですけど、灌漑するときにですね。まあ、大きな亀裂があると、灌漑水がその亀裂を通ってよそに抜けてしまいますね。で、まあ、エジプトご存知のように乾燥地ですので、水は貴重なんですね。 でこういう考えで水がなくなってしまうと非常にこれ困るので、えー、なるべくロスを減らしたいと、まあ、考えるわけですけれどもじゃあ亀裂その通り道になってしまう亀裂っていうのはじゃあどれくらいの時間でこう塞がっていくのかっていうようなんですね。まあ、そんなような問題も実,、まあ、実用的な面でありましてで、まあ、今最近ですね、まあ、こんなテーマにも関係して仕事をしているというようなことです。っていうことで、まあ、さっきの形の話だけですとなんかただあ、えー、そうなのっていう話だと思うんですが 亀裂は実際にこういう営業農業をやるのに、まあ、いろんなところで関係してくるので、まあ、重要な話だということだけちょっと、まあ、理解いただいて、えー、私の方の話はとりあえず終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました。<laughs>